ヨハン・ゴットフリート・ガレはドイツの天文学者。ベルリン天文台で学生のハインリッヒ・ルイス・ガレストと共に1846年9月23日に初めて海王星を観測し、これが新惑星であることを確認した。海王星の観測にあたっては創作領域を決定するためにユルバン・ルベリエの計算を用いた。ガレは1835年。 ベルリン天文台の完成後すぐに、ヨハン・フランツ・エンケの助手として働き始めた。1851年に彼は、ブレスラウに移り、ブレスラウ大学の天文学教授とこの地の天文台の大長に就任した。彼は、生涯を通じて、水星を研究し、1894年に、息子のアンドレアス・ガレと共に、414個の水星のリストを発表した。ガレ自身も、 1839年12月2日から1840年3月6日までの短い期間に3個の水星を発見している。また、小惑星の視差が太陽系の距離決定に使えることを指摘した。小惑星の視差による距離決定はガレの死後20年目に実現している。ガレの業績にちなんで月のクレーター、火星のクレーター、及び海王星の間に、 ガレの名が付けられている。ガレは1845年に博士論文を完成した。この論文はオーレ・レーマーが1706年10月20日から10月23日にかけて行った恒星と惑星の四五千通過の観測について解析と批評を加えたものだった。1845年頃、ガレはこの論文をユルバン・ルベリエに送ったが、 これに対するルベリエの返信は1年後の1846年9月18日になってようやく送られた。この手紙はガレのもとに9月23日につき、その中でルベリエは天皇星の雪道の原因として存在が予測される新惑星を見つけるために空のある領域を観測してほしいと書いていた。上司のエンケはこの予測に否定的だったが、 ガレにこの日の夜の観測を許可した。この夜の観測で、ガレと学生のハインリヒダレストは、ルベリエの記述に合致する天体を発見し、続くニアの観測によってこの天体が惑星である、ことが確認された。その後、ルベリエとどちらが海王星の発見者か、ということで争っていたが、現在では、この二人の共同であるということで落ち着いている。 全て死亡記事が掲載されているサイトへのリンクである。ありがとうございます。